シュブラー・クラルズ、1746シュープラー、コラール州は、ヨハン・ゼバスティアン・バッハが1748年から1749年頃に、出版した6曲のオルガン・コラール州の通称。出版府の発行者、ヨハン・ゲオルク・シュープラーにちなむもので、正式な表題は、2つの手鍵盤と足鍵盤を持つオルガンで演奏すべき、主樹の様式による6つのコラール。第1曲の、 目覚めよと呼び渡る、物見の声は特によく知られ、オルガニストのレパートリーに欠かせない曲集である。また、作曲技法においても、オルガンコラー,ールの規範に位置づけられる。3世、または4世で、演奏の難易度は中程度とされている。6曲とも、バッハ自身が作曲した境界カンタータから抜き出した曲を、オルガン用に編曲したものである。調整は全く変えていない。 この試みは当時としては珍しいが、編曲と出版を思い立った経緯は明らかになっていない。ただし、同時期に高難度のカノン風変奏曲、高きお空より我は来たり、BWV769 を作曲し、ミツラー協会に検定していることと関連づけて、中級レベルの奏者向けに出版したのではないかと推定する学者もいる。成立時期も正確にはわかっていない。 表題に続く奥付けに、発行元、ライプツィヒ学長バッハ氏、ベルリンとハレのバッハ氏の息子、ゼラの発行者とあり、ビルヘルム・フリーデマン・バッハがハレに就職した1746年以降に編纂されたことは判明している。1747年9月に、シュープラーが出版した、音楽の捧げ物 BWV1079 よりも、正反。 印刷技術が向上していることから、1748から1749年に出版したと推定される。変補聴長,長4、4拍子。原ルは、フィリップ・ニコライ作詞作曲。原曲は1731年11月25日の三位一体説後、第27日曜礼拝で初演した、BWV140 の第4曲。原曲では、 弦楽器のユニゾンが反復する伴奏主題に、テノールの歌うコラールが挿入される。弦ユニゾンを、右手、テノールを、左手、通奏低音をペダルに移している。原曲以上に人気があり、様々な楽器で演奏されることがある。歩短調、4、4拍子。弦コラールは、ヨハン・ヘールマン作詞、ヨハン・ヘルマン社員作曲。原曲は、 未発見の防湿カンタータと予想される。社員が作曲した、我が愛する神にで呼ばれることもある。コラール旋律はペダル。右手の伴奏主題を常に、左手が追撃するカノンにコラールを挿入したもので、逃亡者と追撃者を彷彿させる伴奏から、広く知られている、蒸気表題が指示される傾向にある。破綻調4、4拍子。ゲンコラールは、 ゲオルクのイマルク作詞作曲。1724年7月9日の3位大説後、第5日を礼拝で初演した BWV93 の第4曲。原曲ではソプラノとアルトが途切れることなくメロディを掛け合い、要所で弦楽器ユニゾンがコラール旋律を挿入する。つまり、第1曲とは逆に始終なり響いている旋律が歌唱パートである。ソプラノが 右手、アルトが、左手、コラールがペダル。二単調、六、八拍子。ゲンコラールは、グレゴリオ聖歌、マニフィカと、ドイツ語訳は1529年以前。1724年7月2日の聖母のエリザベト訪問日礼拝で初演した、BWV10 の第5曲。これも、第3曲と同じく、二重章が伴奏で、トランペットがコラールを挿入する。 高音楽器のトランペットを映すため、コラール旋律は右手に委ねられる。したがって伴奏パートが低音に偏っており、曲集の中では異色の渋さを醸し出す。変度ド調、四4、4拍子。ゲコラールは、ラテン語聖歌、字は夕暮れに及びたれば、フィリップ・メランヒトン役。百二十五年四月二日の復活祭二日目、礼拝で初演した b w v の 第3曲。ビオロンチェロピッコロの細かいパッセージに、ソプラノが歌うコラールが挿入される。チェロパートが高く寄付されており、原曲に漂う限りは消されている。この曲だけは2、2拍子から4、4拍子に変更されているほか、原曲のリフレインも抹消されており、最も変更点が多い。都庁長、9、8拍子。原コラールは、ヨアヒム・ネアンダー作詞。 戦律は1665年以前に成立。1725年8月19日の3位一体節後、第12日曜礼拝で初演した BWV137 の第二曲。バイオリン独奏の華やかな伴奏のもとに、アルトがコラールを挿入する。原曲の段階で、アルトのコラール戦律にも華やかなトリルが施されており、編曲もそのまま移植している。そのため、 厳格に、コラールパートを遵守した第5曲までと雰囲気が大きく、異なる終局である。ありがとうございます。